事業再構築補助金。第7回公募がスタート。事業再構築補助金の第7回公募がスタートした。 この補助金は新型コロナウイルスの影響で売上が回復しない中、事業の再構築を再支援してくれる補助金。条件次第だが、補助金は100万円から1億5000万までもらえるから要チェック。さらに、この補助金は補助率も高い。中小企業が3分の2で、補助額が6000万を超えると2分の1。中堅企業だと2分の1で、補助額が4000万を超えると3分の1。そして、今回注目したいのは補助事業の要件。通常枠に加え、さらに6種類増枠され されたことで採択のチャンスが増えたまた、対象経費もかなり幅が広い。建物費、機械装置、システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産検討関連経費、広告宣伝、販売促進費、研修費、などの経費を補助してもらえる。 補助金オタクのお客様の中には、自分はこの補助金の対象外だと思って検討しなかったのに、お話を聞いていくと、実は対象でしたという方が非常に多い。なので、自分に合う補助金を見つけたい方は、迷わずトップページの補助金オタクの LINE で問い合わせてね。